緑色のハムスターボールに入ったネズミハムスターボールは内部にハムスター、アレチネズミ、デグルやその他の小型のネズミ目のペットを入れて逃げ出したり家具や壁の下に隠れさせることなく檻の外を走り回らせるための透明なプラスチックの中空の玉である。動くとガラガラと音が鳴り、ハムスターを容易に見つけることができる。 ハムスターボールが販売されるようになったのは1970年代のこととされる。多くのハムスターボールは空気穴とハムスターの出入りできる扉のついた耐久性のある透明なプラスチックでできている。ハムスターの運動のために用いられる。ハムスターボールはハムスターを守るように設計されているが階段等の高い場所から落ちる危険もある。そのためハムスターを保護するために 階段から遠いなるべく家の低いところに置く必要がある。または階段の近くに壁を作ることもある。ハムスターボールには空気穴が開いているが熱射病や疲労を防ぐために定期的にボールから出して休憩させる必要もある。ペットをお腹に入れている間は常に目を離さないことが重要である。ハムスターボールの利用は小型のネズミ目に限定すべきであり、ウサギ。 チンチラ、モルモットや大きさや体の構造が小型のネズミと異なるものに用いるべきではない。ありがとうございます。